自分の言葉を自分で書いていろんな形で表現できるっていうのは無限大ですから、だからいくら求めても終わりはないと思うんですよ。だからそういう無限大の世界が楽しいですね。古代文字を20代から興味を持って追求してきたつもりなんですけど、それを自分の自作の漢詩ですね、それで表現するそういうことをやってきたんですけど、それをこの天井が高くて空間の広い上野の森美術館、この美術館で並べてみたいなという気持ちが随分前からありまして、ようやくこの会場で実現することになりました。まず第一に造形性でしょうね。造形では面白くて、20代の頃神田の古本屋さんで、甲骨文片とか金文片という小文字の辞書を、中国で出している辞書を手に入れまして、それをもうその中の面白形の造形性のある面白い文字を拾い出しては自分で楽しんでたんですよ、最初はね。4000年も前の文字ですから、その今のように文字がたくさんあったわけじゃないですので、それで今の言葉を表現するというのはかなり難しいんです。秦の時代の五大長とかいう人が、その時代にない文字を古い文字になぞらえて作って見えた、そういう本があるんですよ。それを見て、じゃあ私にできないだろうかということで、少しずつ自分なりにない文字は変動作りを組み合わせて文字の成り立ちを調べて、作字しました。自分で作る漢詩ですから、その4000年も前の文字があるわけないですので、どうしても作字するしかないです。詩を作って自分で書いて、で自分で彫るというのが私の目標です。文人の世界に憧れてますので、文人と言われる人は過去にそういうものを全てやってたんですね。詩がある程度のレベルに達して、書が達して、国字、印が彫れると、この3つできる、ある程度まで達したと3つの絶対の三絶というんですね。で過去にはそこに絵が加わって、絵も加えて四絶という人が過去の中国の秦の時代、明の時代には見えました。私はその絵の代わりに刻字ですか板に彫るものを入れて、それを目指しています。中国へ行っていろんな文物、古いものに触れると、あるいは、新しいものが今でも発見されてくるんですよ。土の中に埋まっているものは傷んでませんから、新発見のものが出てくるとすごく興味が湧くんです。創作意欲が湧くんですよ。まず詩ができるんです。詩ができるとその続きで書の作品になり、国字になり、天国になるんです。
ありますよ、ないことはないですけど、楷書が成立して完全な今日本に伝わって学校で子どもたちに教える時代の唐の時代以降のものはあんまり興味ないですね。北魏の時代に楷書の雛形ができたんです。だから雛形ですから、いろんな土地土地によって形があるいは書風が違うんですよね。そういうものは面白いです。もう固まる前のもの、できる初めのもの、まあ、この今回の古代文字も言ってみればそういうもんですよ。ものの形から、あるいは数の数え方から、そういったものから当時の人たちのことが想像できるようなものもありますよね。つまりその文字を造形する時のその時の気持ちになって楽しみたいというのが私の世界です。古代文字で自分の漢詩で求めてきた、ある意味集大成的な感があると思うんです。自分で言うのもなんですけど、ぜひ古代文字の世界を見に来てください。